猫の混合ワクチンには現在一般に3種混合ワクチンと5種混合ワクチンの2種類がありますどちらを選ばれるかは猫の飼育環境や飼育頭数などにより様々ですこれからご説明いたしますので選択の参考にしてくださいご不明な点はスタッフまでお気軽にお尋ねくださいまず3種混合ワクチンは猫のコアワクチンとされ 世界中で猫への接種が推奨されている3つの病気が含まれていますその3つの病気とは猫伝染性鼻器肝炎猫カリシウイルス感染症猫半白血球減少症です猫伝染性鼻器肝炎猫カリシウイルス感染症は同時に感染することもあり一般に猫風邪とも呼ばれます発熱、鼻水やくしゃみ、目やに、口内炎などを起こし人間のインフルエンザや風邪に似ているため こう呼ばれます猫半白血球減少症はパルボウイルス感染により起こる病気で主に嘔吐や下痢などの消化器症状を起こし子猫など1日で亡くなることもある怖い病気です息頭でも数年に1度大発生し多くの猫が亡くなっていますそして5種混合ワクチンはこの3種類に猫クラミジア感染症猫白血病ウイルス感染症の2種類がプラスされて5種になります 猫クラミジア感染症は結膜炎や目やに、鼻炎などを起こし猫伝染性鼻気管炎猫リシウイルス感染症とも同時に感染して症状が重篤になることがありますまたまれですが人への感染も報告されていて意見は分かれますが人と動物の共通感染症だとされていますそして猫白血病ウイルス感染症です。このウイルスに感染した場合非常に厄介で 白血病やリンパ腫という腫瘍ができることが多くあります残念ながら行き投でも多くの猫が感染してしまっています一般に若い猫に発症することが多く猫の主な脂肪原因の一つである恐ろしい伝染病ですただし猫白血病ウイルスに感染した猫が全て発症するわけではありませんこれらの病気の詳しい解説は当院のホームページでもご覧いただけますのでご参照くださいさてでは 三種と五種のどちらを選択すればいいのでしょうか。どちらが正解というわけではありませんが、一般的な目安をお知らせしますので、参考にしてください。料金は、三種混合ワクチンより、五種混合ワクチンの方が当然高くなります。また、五種混合ワクチンを接種する場合は、はじめに猫白血病ウイルスに感染していないかのウイルス検査が必要になります。これには、 採血と10分ほどの時間が必要になります三種混合ワクチンの場合完全室内飼育で1頭のみで飼育して今後他に猫を飼う予定はなく友達の猫が遊びに来たりしない場合に推奨されますすなわち猫白血病は他の猫からもらってくるので他の猫に接触する可能性がなければ三種混合ワクチンで十分だと思いますただ 室内飼育でも、もしも逃げ出した時に、他の猫に接触して感染したら嫌だからと、5種を選ばれるキャットオーナーの方もいます。確かに、過去に逃げ出して帰ってきたら感染していたという子もいます。一方、五種混合ワクチンは、屋外飼育や屋内外飼育で、他の猫に接触する場合、多数の猫を飼育している場合、今後、 猫が増える予定の場合などに推奨されますまた参考までに5種の方が多少副反応が多いような気がします副反応といっても一般にはまれに発熱などのために1日から2日食欲や元気がなかったりする程度ですどちらを選ぶかはさまざまなことを考慮して選択する必要がありますおお悩みの場合はお話を聞きながら どちらがいいかアドバイスいたしますのでお気軽にスタッフまでご相談ください。なおこの動画は当院のホームページや YouTube チャンネルでもご覧いただけます。